動物の森シリーズ動物の森ハッピーホームデザイナー動物の森ハッピーホームデザイナーは、任天堂より2015年7月30日発売の任天堂 3DS 専用ゲームソフトで動物の森シリーズのスピンオフ作品。略称はハッピー森 HHD。従来の動物の森シリーズとは、趣向が異なり動物の部屋作りに特化したタイトルとなっている。 プレイヤーはニュータウンのタヌキハウジングに入社し、動物の希望に沿って土地選びからインテリアまでトータルコーディネートを提案する。これまでのシリーズでは家具を揃えるのが難しく部屋作りの制約となっていたが、今作では膨大な量のカタログの中から選べる。レイアウトはタッチペンを用いて移動、複製などをスムーズに行うことができる。 また学校や病院などの公共施設のデザインも可能で完成した施設には動物たちが立ち寄りその様子を写真に収めることもできるスクリーンショットは LR ボタンの同時押しでいつでも SD メモリーカードに保存できるゲームをしばらく進めると動物の森アミーボカードを利用できるようになる本体にカードを読み込ませるとカードに描かれたキャラクターから部屋作りの依頼を受けたり 完成した部屋にキャラクターを予備写真に収めたりすることができる。また、本作のデータが入ったアミーボカードをシリーズ作品の動物の森アミーボフェスティバルで使用すると本作で作った家がゲーム中に現れる。なお、本作より後に発売された飛び出せ動物の森アミーボアミーボカードと飛び出せ動物の森アミーボアミーボカードサンリオキャラクターズコラボには期待を。 2015年9月配信の更新データにより、追加されるゲーム内機能。自分の作った家を投稿したり、他のプレイヤーの作った家を訪問し、評価をつけることができる。半分以上は、飛び出せ動物の森と同様のメンバーで集結し、ちょっと変えるという目標を立てて、家具を並べると、家を作る設定に焦点を当てた、スピンオフを制作した。ハードは 3DS が前提。 ありがとうございます。